皆様こんばんばは今日はあの米国株の投資について第2回で、えーまあ、気楽に聞いていただければと思います。で、えー、と今日の資料なんですけども、えー、と先ほど片山さんからご案内あったようにあのダウンロードできますのでそちらを見てください。で前回はまずあのどんな銘柄に投資すべきかという話で、えー、人口動態で追い風の国がいいと。 で市場規模経済え成長力で考えると、まあ、米国株一択だろうとでさらにあの人口動態が良くてあの将来性ということであると、まあ、インド株加えるといいんじゃないかという話をしました。で実際に銘柄となるとあのどれだけ投資に時間を使うかっていうのと、えー、期待リターン、まあ、だいたい性比例の関係にあるんですけども、えー、まあ最初は東証の ETF からスタートするのが いいいろろんな費用対効果で見ていいだろうとでそれからもう少し幅を広げていくんだと、まあ、アメリカに上場している ETF がありますのでそちらを利用していただければと思います。でその次の段階になると個別株に投資するとよりリターンを求められるんですけどもちょっとあのコツがいりますのでその辺を今日深掘りしていければと思っております。で投資を分解すると 1> あのまあ、第1回の時は「何に」というところを中心に話したんですけども、まあ、今回とこの次の回、えー、と来月も予定してるんですけども「まあ、いつ」っていうのと、えー、いつ仕掛けて、えー、いつ売るか、まあ、どうやって手締まうかというところを中心にお話ししていければと思います。この「いつ」と「どうやって」ってなかなか切り分けるのが難しいので、あのー、今回と、えー、次の回で、えー、全体をお話しできればと考えております。 でえー、とまず投資をするときにあの行動心理学っていうのをちょっと聞いたことがあるかもしれないんですけどもあのちょっと普通の考え通りにやっていくと損をしやすいっていうところがあるので、まあ、それをしていただくのと、えー、ETF を使うと実はあのいいところがありまして、えー、そこもあの説明したいと思います。で最初にちょっとクイズなんですが「えー、と20万円急に必要になりました」と。 で2銘柄保有しています A と B って下の銘柄なんですけどもでどっち売りますかとで A は50万円で買って今90万円になってて40万円儲かってるで B は50万円で買って20万円下がって時価30万円になってるとでこの銘柄のどっちかを売って20万円欲しいっていう時に、えー、どっちを売りますかっていう質問なんですが、えー、まあコメント欄にちょっと書いていただければと思いますで A を売る方 B を売る方といろいろ分かれると思うんですけども まあこれにあの、えー、行動心理学っていうのが若干関係してきます。で、えっ、ー、とこの質問と、えー、結構関連してるんですけれども、えっ、ー、とまあ投資をして一、えー、年間経ちましたと。まあ先ほどの似たようなものなんですが、A と AA 今度は AA 社と BB 社ですね。それぞれ五十万円と五十万円だったものが一、えー、年経ったら AA、えー、社は九十万円になって、BB 社は三十万円になった。 同じようになってますね。a 社は40万円儲かっててで bb 社は30万円になってますとで1年間経って100万円が120万円になってます。で、中の比率は変わってます。で、この時にあの何をすべきでしょうとで、このまあ、3択にしたんですが、えっ、ー、と何もしないっていうのが1つで2つ目があのまあ、よく投資の教科書には書いてあるんですけど、まあ、リバランスって言うんですね。 上がった AA 社を30万円分売ってでちょうど半分になるような60万円だけ残してで BB 社を30万円買い足すと半分半分になるんでえ再配分すると。で3番目はまあ下がってる方を全部売って他にいい銘柄を探すというようなまあ3択があるとするとまあ先ほどのえ質問と同様にこの何しますかっていう質問ですね。 これもちょっと答えていただければと思うんですけども、まあ、先ほどの質問はあの A を売る方 B を売る方両方いろいろ分かれてたと思うんですが、まあ、これも、まあ、その方々の、まあ、いろんな考え方があって、えー、どうするかも分かれるかと思います。で、えー、ここで言いたかったのは、えー、と人間の脳っていうのが、えー、まあこれどうも本能に関係してると言われるんですが、えー、損失が大嫌いというふうにできてます。ここの大嫌いってことは どういうふうに行動に出てくるかというとあの儲かってててるもものは売売りりりたたくくくどううしようもなくなりますで損してるものは売ると損が実現してしまうのであの売りたくないと都合のよい理由を探していやこれ持ってなきゃとまだ上がるからというふうなことを考えて保有したくなりますで、えー、とこれをまあ普通の方があのやってるとちょっと儲かったら今回のまあ AA 社みたいな感じでね売ってしまうと。 で損が出た銘柄は売らないという行動をどん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 毎回毎回繰り返していきます。でそうすると、まあ、本能のままに、まあ、感情の赴くままに投資してるという状況なんですけども、えー、だいたい AA 社みたいに上がった株っていうのはその後まあも上がることは結構多いんですね。で大きな利益はまあちょっとの利益で取り戻してしまってで下がり始めた銘柄ってずるずる下がることってすごく多いんですけども、えーまあ、それは損失を抱えたまま残ってしまうと。 で儲かったものを売って損したものだけ残っていくので気がつくと自分の手元には損した銘柄しか残ってないっていうのがこれがあの普通ののの普普通通方投資ですです、えー、これがまあ投資の行動心理学の中のあのまあかなり有名な理論で、えー、人間の脳は損が嫌いなんで思ったままに投資してると損だらけになっていく でえー、とこれは個別株投資する時にはあのかなり気をつけなきゃいけないポイントなんですね。ですからまあ先ほどの例で言うと AA、まあ、社と BB 社の例であの何もしないっていうのはこれはこれで実は間違いでもなくてあの上がった銘柄は上がった銘柄の比率のまま持っておくとで下がったのは下がった銘柄のまま持っておくとでこれって実は株価指数がこういうことなんですね。 あのテスラの株がどんどん上がっていると、株価指数の中で比率は上がっていくんだけど、じゃあそれを売るかというと、売らないんですよね。株価指数に投資するっていうのは、この何もしないっていうのと、実は同じなんですね。で、何がいいかっていうと、儲かったから売っちゃおうっていうふうに考えなくなるんですね。ETF とか株価指数に投資するっていうのは、何もしないっていうのを自然にできるので、えー、まあ、こういうメリットがあります。これ、最大のメリットなんじゃないかと私は思うんですが、これが一ですね。 で2番はあのリバランスって言って教科書的なあのちょっとあの古いって言っちゃ何なんですけど、えー、ファイナンスの教科書では、えー、リバランスすするるとといいと書いい書てあるのが多いで,すで3番目があのよりトレーディング的な発想で、えー、損したものは早めに切って、えー、利益はどんどん伸ばしましょうとでこれが乗り換えですねトレーディング的な発想をする時にはこの3番になるので、まあ、あの利益を伸ばしたい時は本当はこういう発想をしなきゃいけないと。ただ あの本能と逆なので相当つらい判断になっていきます。で、えー、とリバランスあの儲かったものを売って損しているものを買いますっていうのはどういう前提かっていうとこの左側にあるように赤い線と青い線が交互にえと上がったり下がったりしながら両方とも上がっていくような相場の時には、えー、まあリバランスすると良い結果になると、まあ、こういうような前提ですね。でところが実際には あの赤い銘柄右側のように赤い銘柄はどんどん上がっていくとで青い銘柄はあんまり上がらないとで上がるタイミングと下がるタイミングは似たようなもので相関関係は結構あるんだけれどもあのどん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 開いていくっていうのが実際にはよくあることでうねりはほとんど一緒なんだけれどもまあ国とか会社のレベルで勝ち組負け組がどんどん開いていくっていうのが相場ではよくある話で。 えー、この世界であるとあのリバランス要は上がってるものを売って下がってるものを買えば買うほどパフォーマンスは悪くなっていくとじゃあ本当にこんなことあるのかっていうのを、えー、実際に、えーまあ、試算してみたんですけども、まあ、過去30年っていうのはアメリカ株はだだ上がりなんですねで日本株はまあ死のごとしてるとでバブルの最高値実はまだ抜いてないっていうのが日本株なんですけども。 えこの状況だと日本株を持っているとまだ最高値に戻ってないとでアメリカ株は上がりっぱなしで最初に50%ずつ買って、えー、放置してたのがこの、えー、と茶色い線ですねアメリカ株だけ持っていると青い線なんですけども、えー、茶色いものは半々でそのまま放置だから、えーまあ、ETF とか持って持ちっぱなしっていうような状況ですね。で途中で1年ごとにリバランスして 上がっているものをあの売って同じ比率になるように、えー、リバランスしていくと灰色になっていくので、あのーまあ、やればやるだけよくなかったっていうのがこの差が開いていく世界ではこ,こになるんで、まあ、これをちょっと頭の片隅に置いていただければと思います。で、えー、と持ち切り ETF を買って、えー、持ちっぱなしにする持ち切り戦略、あのーまあ、手間がなくて、えーまあ、買い切り戦略ですね。 この方法っていうのはあのー、まああまり手間はなくてそこそこのリターンを取れる方法です。で何をするかというと、えー、長期保有に適したアメリカの株価指数で分散が効いている S&P 500を買います。でここをある程度買ってきたら、えー、成長力のあるナスダック100の ETF を買うと。で IT 企業が多くて、えー、まあ成長期待が非常に高いと。実際によく上がっていると。で三つ目にさらに他の 国を加えるんだったら、インドの etf がいいとで、このせいぜい。3種類で、えー、買って、えー、じっと保有するとで、時々残高を見てまあ、ニコッとするというのがこの戦略ですね。で、ちょっと辛いのがまあ、今回あの中国の、えー、エバーグランデの件で若干マーケットがあの荒れ始めてますけども、まあ、これどころか？まあ、前回のコロナのような時みたいにバーンと下がった時には一緒に下がります。 で下がった時どうするかっていうと、えー、この戦略は耐える、まあ、じっと耐えるとで決して投げ売りはしないっていうのがこの戦略の、えー、壺になりますで、えーっとまあ、その他にあの、まあ、何百万とかいきなり投資するという時であれば、えー、っと同じような金額で何回かに分けて購入してポートフォリオを作るっていうのがこの戦略ですねで東証上場の ETF を使うんだと,、えー、っとまずあの下にあるような アイシェアーズの S&P500 とかマクシスの S&P500 とかあと NFS&P500 っていうのは野村アセットさんの S&P500 これ S&P500 なので基本的にはどれを買っても同じですで差を見ると信託報酬ぐらいしかなくてまあどれも安いんですけども、えー、貸し株っていうのを使うと、えー、0.07%コストかかっても例えばこの2633ですと、えー、0.07%のコストで貸し株料で0.1もらえるので。 実際にはちょっとプラスで、えー、運用できるというところなんで、えー、かなり便利ですね。それから手数料0円 ETF というのが、まあ、楽天証券にはあって、えー、売っても買っても手数料かからない銘柄がありますので,でこれ今回挙げたのは全部そうなんですけども、まあ、これですと、まあ、お得に取引できます。でさらにあの ETF だとあのリバナスとか考えなくてもいいっていうのもあるんですが国内上場の場合にはあの外国で配当をもらうと 10取られちゃうんですねアメリカで10%取られちゃうんですけどもそれも自動的に外国税額控除っていうのをやってくれるようになったので、えー、これはかなりメリットになります。でこれをやらないと、えーまあ、例えば海外の株ですと、えー、確定申告しないとこれは返ってこないので、えー、こちらをうまく使っていただければというふうに考えてます。でここまでがあの持ち切り戦略ですね、まあ、非常に簡単手放しで買って持ってるだけとで貸し株を使うというところだけです。 でそこそこのリターンが取れますでここからがあのトレーディング的な発想で、えー、もうちょっとリターンを上げていこうとちょっとだけ手間をかけて、えー、リターンを上げていこうというのが、えー、このトレーディング的な発想、まあ、最初にご紹介したあの上がってるものをなるべく持って下がってるものは早めに減らしてとかいうところの発想になっていきます。でこここでで目指すすのはこれ前回あのお見せした表なんですけども え右に行けば行くほどストレスとか労力が増えていくる縦のこの「点々点」っていうのはリターンの幅ですね、えー、と例えばギャンブルはもうやればやるほど損するので期待リターンはマイナスで、えー、と新興国株ですと,、えー、と上にも下にもあるんだけれども、えー、かなり時間もストレスもかかるとでこのこの大々色のものがアメリカ株なんですけども、まあ、アメリカ株の ETF はそんな手間なくてそこそこ儲かると。 アメリカ株の小型株になると手間も結構かかるんだけども、えー、期待リターンも大きいと。でここが、あのー、トレーディング的な発想を入れるとこの緑の点々で囲ったようなとこまでリターンをちょっと上げ,上げることが、えー、できます。で、えー、ここで、えー、何をするかっていうのがその次の点なんですがまあ勝ちを伸ばして損を抑えると、まあ、いうのは簡単なんですがやるのはかなり、えー、難しいです。っていうのは 本能との戦いになるので、何かこう頼る指標とか、えー、ルールを決めないと大体の人はできないです。というのはなか理由作ってあの損を抱えちゃうっていうとか、早く売りたくなっちゃうというところなんですね。で、えっ、ー、とここの緑色のチャートって書いたのがまあ、株の典型的な値動きなんですけどもまゆっくりゆっくりゆっくり上がってドーンと下がるっていうのが、まあ普通の株のえ値、ー、動きです。で、この一番下の赤い点でか。 で黄色い一番上で売りたいっていうのが、まあ、当然あの理想なんですけどもそれは難しいですね大底っていうのは誰にも分からないし天井っていうのも誰にも分からないんですねで理想はこの紫色のところぐらいで買ってで高いとこからちょっと下がったところで売ったらいいっていうのは分かるので高いとこからちょっと下がったこの水色の点で売るぐらいを目指したいとそうするとこの赤い矢印で囲ったところ えー、紫のところとと水色ののこぐらいの差が取れるとこれがトレーディング的な発想で、えー、利益を大きくく伸ばしていくような発想になにりますでちょっと遅れてもこの真ん中ぐらいの早く売りすぎないっていったところこの赤いところですぐ売りたくなっちゃうんですけども、えー、これを売らないようにするには、えー、法則が必要と。でこの赤い点から黄色いとこぐらいまででなんか自分で遅れたなと思っても トレンドががが続いいいててるとには入っったですねで、えー、と下がっていく時例えばコロナの時もそうですしリーマンショックの時もそうなんですけどガーンと下がった時にはこの上の水色のとこで打っとけば、えー、下で、えー、入れるようになるんで、えーとまあ、コメントでですね頭と尻尾はくれてやれっていうふうに書いておられる方もいますけどまさにそうなんですがじゃあどうやってこれをやるかっていうのが今日の話ですね。 で出てくるのが、まあ、いろんなあのテクニカル分析があるんですけどもあの私がよく使っているのがパラボリックという指標です。で、パラボリックっていうのはあの見方がすごく簡単なのであのぜひ、えー、覚えていただければと思います。で、えー、楽天証券のホームページでパラボリックを見るには、えー、ログイン後の、えー、ここのマイクロソフトを出したんですけどもチャートっていうところをクリックしてでテクニカルチャートっていうのがあります。で、テクニカルチャートっていうのを押すと,、えー、とパラボリックを選べるので。 えー、このちょっと上のテクニカル分析のところの中で、えーとまあ、設定デフォルトでいいんですけどパラボリックっていうのを選んでいただくとこのよく点々点々点のが出てくるようになります。でこれはあの移動平均線と言われるそのゴールデングラスとかデッドクロスっていうよりは分かりやすいです。誰が見てで、えー、とあとはですねポイントはあの1週間に1回ぐらいしか。 あの見ないという前提なので週足というのをやられます一週間ごとのあのローソク足を見るために週足っていうのをしますそうするとよりこう数ヶ月からまあ半年ぐらいのスパンで投資ができるようになりますでこの週足を選んでどう考えるかっていうのがこの見方でこれも覚えていただけるとものすごい簡単です赤い点まあこれ色はいろんなチャートによって違うんですけど。 あの点点点っていうので丸いのが下から支えている時は買い上から押さえつ,つけている上に点点点が出ている時は売りというので非常に分かりやすいと。で、えー、とこれコロナショックの時の例もマイクロソフトあるんですけども、えー、ともう2月の初めの段階で売りにシグナルになっているんでここで黙って売っていれば確かにちょっとは下がっているんですけども。 その後の3月の終わりのドーンと下がったところはつらい思いをしなくて済んでるわけです。で逆にもっといいのが4月の半ばぐらいになって買いシグナルが出るんですね。で2020年の4月ぐらいでこのシグナル通りに買ってればその後の大きな上昇が取れてるんですね。だからこのえっと指標のいいとこは誰が見てもあの同じそれから転換点が早く分かってで完全ではないです。ただだ完全ではないんだけれども 先ほどの,その直感で売買するよりははるかによくてで移動平均線とかほ、まあ、他の MACD とかいろいろあるんですけどもそういうものと違ってあの何しろ分かりやすいと誰が見ても同じということなんでこれぜひあの週足で使っていただけると、まあ、タイミングが非常に分かりやすくなるかと思います。で、えっと、丸い点が下から支えてる間はこれ長く続くので、えー、っと基本的に返しくなるということで、えー、見てみてください。 1> でえー、と週1メンテでこのパラボリックなどを使って米国株を個別株に投資する実践例がここからなんですけども、えー、ETF を投資するだけだったらあの実際には週足のパラボリック見るまででえ大丈夫ですでそこでも相当あのパフォーマンス上がってくると思いますんで、えー、ここから先はあの個別株を選ぶ選び方ですねを、えー、ちょっとお話したいと思います。 でまず個別株なんですけども、まあ、アメリカ株ですと,、えーとまあ、楽天証券の投資家方が今4,300あってどんどん増えてます。でこんだけあるとなかなか探すのは大変なんですが逆にあの投資機会は山のようにあるんであの全然こ1回2回逃してももったいなくも何ともなくてで他の方があのものすごく儲けていても別に羨む必要もないし、えー、自分に合ったものを探していけばいいと。 で注意点としては ETF の持ち切り戦略とは違って、まあ、放置したら駄目ですっていうのはあの業績悪くなった株とかあのなんかもう環境変わっちゃった株ってのはよくあるので、えー、まあ放置は現金週1回はチェックするとで景気とか技術革新とかあの株価のドレンドあと経営陣変わるもありますしあのカリスマ社長が辞めるかとか。 新製品が開発いきなり失敗したりもしますのでこの辺が要注意それから1銘柄だけで投資しているとかなりリスクが高いので、まあ、これはあの次回もうちょっとお話し,しようと思っているんですけども、まあ、5銘柄から10銘柄ぐらいにリスク分散するといいと思いますでちょっと銘柄多すぎるという方は s ー5 0 0とかナスダック1 0 0を使って個別株は23銘柄にするっていう ETF を併用するというやり方もありますこれはあの まあ有名なヘッジファンドでも実は S&P とかの ETF 使ってるっていうのもあるんで同じようにこれで大体のトレンドを取って銘柄投資すするっていうのもかなり有効で,すであとはですねあのよく IPO 直後とか、まあ、いろんな方がこの銘柄面白いよっていうふうに言った時にあの飛びつかないことちゃんと調べて投資するっていうのが勝率を上げるポイントになります。 で、えー、と実際ここの後に探し方っていうのを、えーまあ、例示したんですけどもまず最初にやるのは広報をなるべく広く取ることですねいろんなところ例えば楽天証券では「バロンズ・ダイジェスト」とかあと「ト資シル」っていうところそれからまあ皆さんがいろいろお聞きになってるニュース、まあ、こういったセミナーとかでいろんな方がいろんな話をしていろんなネタが出てくると思います。であこのストーリーは本当にいけそうだなと思ったものを、えー、どんどんメモるんですね。まずまずずいろんなこう 自その後でそう、まあとで楽天証券の中で銘柄見たときにこの銘柄を見た方とか競合比較っていうところがあるんであここの銘柄よりももっと競合比較で星が多いところとかあるんで総合評価のいいものとかをまたどん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 増やしていくと。で増やした後が、えー、2番目なんですがパラボリックの週足でトレンドをチェックこれも大事で入るときにいいタイミングがどうかって結構大事で。 えとまずは IPO のあとは半年間ぐらいは手を出さないっていう、まあ、これは一つのルールなんですけど、まあ、私はこの方がいいと思ってるんですがちょっと落ち着くまで、えー、手を出さないとそれから週足で回収額などが出てないものは、まあ、ここからもうここで外してしまうとなんでここで外すかっていうとあのその後の作業の手間を外すんですねでここでちょっと絞り込んでいくとあの機械的なスクリーニングをやる場合もあるんですけども、まあ、それよりはまずストーリーがあるものを自分で見てやって パラボリックで絞り込むといいと思い方が思ますでこの次のページに出たものがこれが楽天証券の、えー、ホームページの中で、えー、これ JP モルガンをググった時にあのアップルとかファイザーとかこの銘柄見た方はこの銘柄見てますっていうんでアップルファイザーモデルナテイサーとか出てくるんですけども、えー、あこういう銘柄見てる人はこの,の見てるんだなっていうのも分かりますし競合比較っていうところを見ると,、えー、と JP モルガンの競合でバンコブ・アメリカとかバンコブ・モントリオールとかいろいろ出てきます。 そうするとこの企業スコア総合が星がより多いものがあったらそれもちょっと見てみると実はいい銘柄というのは結構あったりします。で、えー、ここからがまたスクリーニング続きなんですけども。 えー、楽天証券のホーームページでこ時価総額をチェックしますで時価総額っていうのは、まあ、その会社がどのぐらいあの規模があるかっていうのものなんですがアメリカの場合は何しろマーケットの懐が深いので新興の赤字銘柄でも時価総額数千億円というのはざらにありますですからあの 5, 億円で切っても本仮に5,000億円ぐらいにしてもアメリカ株だと1,200銘柄ぐらいは1,200、三百ぐらいはありますので。 えー、で日本で5,000億円というとかなり大きな会社なんですがそこはもうマーケットの大きさが違うんでこのぐらいで切っても,あもう余裕でいいっぱいありますで、えー、と4番目が事業内容を見てその会社何やってるのっていうのがあの説明書いてあるんですけど内容分かんない時はやめといた方がいいですね。あので内容が分かるものに投資すると。で、えー、と5番目で、まあ、1から4でその時は負荷になってもこれ面白そうだなと思ったらまたいいタイミングくるかもしれないので一応リストには残しておくと。 リストで絞るときの、まあ、見方なんですけども時価総額は、えー、企業情報っていうところを見ると、えー、時価総額これ100万ドルってなってるんですが100万ドルって大体、あのー、1億円って考えると簡単ですね、まあ、実際には為替相場でずれるんですけども、まあ、これが5000億円だったらこれが5000ぐらいになっているもの、まあ、あくまで目安なんで、えー、この5000以上のものを大体探すとでちなみにマイクロソフトは え時価総額245兆円ですから、あの5000億円ぐらいではないですけども、まあこんな銘柄は本当にいっぱいあります。で、えっ、ー、とここ例を挙げたのがストーリーが面白そうだものを、えー、といくつか挙げているんですが、えー、まあラジオでも時々ご紹介しているような ASML ホールディングスとかバークシャーアズレとかボルグワーナとかキャタピラとか、まああの名の知れた企業いっぱい出てきます。 でここで、えー、この見たときのタイミングですね、えー、と2週間ぐらい前に見たんですけどもパラボリックで、えー、OK が出てるのが回収、えー、が出てるのが ASML とダナハとマイクロソフトとテスラでしたで時価総額は全部 OK で需要内容も全部分かりやすいとで注目数リストに残すこれは自分で気が付いたものを書いておくと、まあ、Excel とかに書いておくと分かりやすいと思いますねで、えー、この後が次の作業になるんですが えと今期の PR 予想収益率ですね、えーと。PR はあんまり高くない方がいいと。で赤字はやめた方がいいと。100倍以上も見送りとでもっと大事なのがあの投資家ってあの来期の PR 見るんですね。この次の決算期どうなのかっていうのがこれも、えー、大事です。でこれを見ます。で、えー、と8番目が売上成長率売上が減ってる会社は買わない方がいいと。これはあの私の、えー、フィルタリングのやり方なんですけど。 売上が増えてる会社の方が損しにくいというのがありますので、これを見ていただけるといいと思います。で、九番目が EPS の成長率ですね。EPS な一株当たり利益でこれが増益だったらプラスになると。で、十番目が成長率を見るときで PEG って言うんですけども、えー、自分でこの PR を EPS で割るて何を見たいかというと一以下か二以上かを見るんですね。 で二以上だと割高、1以下は割安、真ん中だったらまああのニュートラルですね。で、えー、最後に11番の冷やしのパラボリック。これ何で見るかっていうと、まあ、これは気分ですね。あの週足で良くても冷やしのパラボリックがあの買いになってないとすぐにこう売りになっちゃう時もあるんで、まあ、買ってすぐ売りっていうのもちょっとこうあの心理学上というか精神衛生上良くないので。 えーまあ、どうせだったらいっぱい銘柄あるんだから冷やしのパラボクリックもいいもので入りましょうというので11番を入れてます。で具体的にやってみたのがこの6から10の基準でやった4銘柄のスクリーニングですね。でそれぞれ PER と来期の PR この7番目のとこは特に大事でテスラは、えー、と黒点したんだけどまだ133倍もあるので今回は除外と。 で売上高の成長率も、えーまあ、全て売上増えてるんでこれは OK で、まあ、テスラとか ASM とかすごい、えー、成長してますね。で EPS の成長率出したのは、えー、これは6を9で割って PEG っていうのを出します。で PEG で見るとあのダナハもマイクロソフトもやっぱすごいなと。で最後の11番のパラボリックのところを見るとマイクロソフトはちょっとこの時調子悪かったのでデパースと。 でテスラも PR が超えてるんで見送りと,で、えー、と。マイクロソフトはあのーまあ、1週間待とうっていうのはパラボリックの冷やしだけだったので週足は良かったんで待とうと。でこの今回のスクリーニングだと ASMA ホールディングスとダナハこの2名柄が、えー、買いということになってこういうふうに選んでいくとあの負けにくい投資ができるようになります。で、えー、と週1回は必ず週足のパラボリック込みでチェックするというようなことをやっていくと。 あの本当にマーケットが悪い時にはすぐに、えー、全部売りになりますので、えー、出れるというふうになると思います。で、えー、と具体的にどこにあるかっていうのはこれちょっとダウンロードして後で見ていただくといいと思うんですけども、えーとまあ、楽天証券のホームページの主な指標っていうところに EPS とかあと売上高成長率とか PR 次の期の PR とか、まあ、ずっと出てますので。 ですすねね番6割る9でででこれちょっと自分で、えー、せんあの計算しななきゃいけないけ、ね、業績の推移っていう多分もあるのでここからあの業績の推移のところでこれ自分で電卓で計算しなきゃいけないんですけども、まあ、次の期の、えー、と予想 PR を計算するっていうのがこちらになります。でまあ以上のようなことで銘柄を絞り込んで、えー、週足のパラボリックで投資するっていうのをやっていただくと。 まあかなりの方はあのーまあ、パフォーマンスが良くなる負けにくい投資になると思いますので、えー、ぜひ投資の参考にしていただければと思います。で、えーっとまあ、ここからでご紹介しているように、あのー、大体月1回ぐらいですかね、あのー、第2週第4週が日本株と米国株なので、あのー、どちらかに私も出ていることが多いので、まあ、このあとお話、えー、聞いていただく今中さんも出てますので、えー、ラジオも聞いていただければと思います。 えと以上が今日の、えー、説明ででこの次ですねあのー、売り方それから特に暴落をどうやって避けるかとかあとアノマリとかですね、えー、何銘柄ぐらい持ったらどういう効果になるかっていうのを、えー、この次の、えー、10月のセミナーでお話しできればというふうに考えております以上ですどうもありがとうございました土井さんありがとうございました それでは早速ここから質問を、えー、皆様から頂きました質問をですね、うん、ぜひ土井さんにお答えいただければと思います、はいえー、まずはですね事前に、えー、いただいてました質問ですねえー、っとそれではですね、えー、星野風イ坊さん、えー、コメントありがとうございます、えー、米国株はすでに過熱感があるような気がしますがここから入っても大丈夫でしょうかと。 これあの米国株ってほんと前の回も言ったんですけどあのずっと上がってるんでなかなか押し目らしい押し目っていうのが本当クラッシュの時ぐらいしかなくてでじゃあその数年前に米国株高いから買わなかったらどうかっていうと結局取り逃がしてるんですね。で慎重な方はいつも注意しましょうっていうんですけどいつも注意してるとずっと乗り遅れるんであのやっぱりファンダメンタルズのいい国を選んで それで長いトレンドに乗っていくっていうやり方をするんであれば、あの先ほどのようなあのスクリーニングすれば、えー、いいタイミングで入れるんで、まあとりあえず入るタイミングを見て週足で入っていくって方がいいと思いますね。はい、ありがとうございます。ちょっとどんどん行きますね。い,はい、いっぱいいただいてますので、はい、ではえっ、ー、と二個二個見さんですね。ありがとうございます。えー、米国株の動向を探る際に米国債十年利回りをの動きを見ることが大事ということを伺ったのですが。 米国株と米国債にどのよううな関係があるののでしょうかまた米国株の動向を探るのに米国債10年利回りの何を見ればいいのでしょうかといいただいてますこれは金利のことを言ってると思うんですけどもあの金利が上がると,、えー、と株がびっくりして下がるっていうのはあるんですがで本当に下がるのはあの短期金利が長期金利を抜くときなんですね。 だからまあ6ヶ月金利とかまあ2年金利が10年金利を抜くっていうタイミングは本当に危ない時です。で、えー、とそうじゃなくて短期金利が上がったとしても長期金利の方がまだ高い時っていうのはまだまだ景気もいい時なので、まあ、そこを見た方がいいですね。あの長短の差で今で見るとあの短期はもうほぼほぼゼロなので0から0.25%で長期はまだまだあのそれより上にあるんで。 あの少しぐらい上がっても、まあ一瞬相場がびっくりしたとしても、あのまだまだその金利で下がるとか、本当に景気が悪くなるというタイミングではないと思ってます。ありがとうございます。次ですね、えっ、ー、と、えー、リノさんですね。S&P 500はずっと右肩上がりでしたが、これはこの後何年くらい続くと思われますかといただいてます。 えとまあ、アメリカの経済がどのぐらい伸びるかという質問とほぼほぼ一緒だと思うんですけども先進国の中で人口が増えている生産年齢人口が増えているのはアメリカしかないので、まあ、ヨーロッパとか日本よりはアメリカ株の方がはるかにいいと思います。 で世界の時価総額の40%ぐらいが大体アメリカ株なのでほかにどこ投資するかというとあのアメリカの S&P じゃないとするとナスダック100アメリカの成長株ですねでその次はどこかというとやっぱインドでじゃあなんでその中国とかほかじゃないかというとあの人口が減少し始めているからというところですねあとは米中対立で対立するとあの経済圏が分かれていってしまうので、まあ、そこは投資しにくいかと思いますね。はいいありがとうございます 次がですね、えーと、のりたまのりんさん、えー、現在日本株式の信用取引のみ行っております。まだ株式投資の経験が浅いのですが、妹がアメリカ在住で株式投資をやっているのもあり、アメリカ株にも興味があります。超初心者なのですが、楽天証券の口座でアメリカ株購入方法と日本株とアメリカ株の違いなどを教えてください。 あのーまあ、アメリカ株今まで投資されてないのであれば S&P500、あの,ー、の ETF で始めるのがいいと思います。で次にナスダック100の ETF も買ってみてで慣れてきたらあの個別株も買ってみると。で何しろ日本株と違ってアメリカ株は1株で買えるので、あのー、数万円あればもう本当にいい銘柄買えますし。 でアメリカ株を買うということは世界のその40%の時価総額のところに投資できるで、日本株だけってことは世界のまあ5%から6%しかない中で選ぶってことなのでかつ人口減っててちょっとけまたあの円は長期的に見ると価値が下がってきそうっていうような中で選ぶよりはあのアメリカ株に投資した方がいいとは思いますありがとうございます。 次がですねまたこの米国のその先ほどの ETF のお話ですかねえー、リノパパさん、えー、最近1歳の娘のジュニアニーサ講座を開設し米国 ETF に投資しようと考えていますテーパリングやエバーグランデのデフォルト懸念等がニュースとしてありますが買い時はいつ頃とお考えでしょうか展望も含めて解説をお願いいたしますといただいてますエバーグランデはですねあのちょうどこの まあもう20年ぐらい前になるんですかねあのロシア基金の時にあったあのロングタームキャピタルっていうアメリカのヘッジファンドが飛んだ時があるんですけど、まあ、それに近いのかなっていうのとそれからもうちょっと仮に大きくなったとしてもあの日本のバブル崩壊よりもうちょっと規模ちっちゃいぐらいかなと思ってます。でじゃあアメリカ株に関係あるかっていうとあんま関係ないですね。でアメリカの中でも中国に頼っている会社は影響あるかもしれないんですけども。 あの、それほど影響は出てこないんじゃないかなとは思ってます。ただ、中国関連で、中国へのエクスポジャーの多い会社の時には。あの、まあ、若干注意っていうのはあると思いますね。あんまり影響ないんですね。こう騒がれてる割には。そうですね。あの、まあ、影響。完全にないかどうかは、わかんないんですけど、あの、この後、習政権が。 ちょっと悪い方向にかん動いているのはあの不動産の送料規制とかで不動産のバブルが弾けるという時は本当に景気悪くなるのでそういう意味では悪くなるんですけどもあの中国っていい意味でも悪い意味でも結構他の国からの投資を自由に受け入れてないとかあの完全にこう世界経済とリンクしてないところがあるんであのでまあアメリカ株にはそんなに影響ないだろうと。逆に日本株は かなり影響があると思いますね。大きいですか。あの中国移動の会社が結構あるので、日経平均に入っているような会社では。中国の売上が多い会社、結構あるんで、そこは上がりにくくなると思いますね。ちょっと今後要注意なんですね。日本株。日本株は要注意ですね。だから、あの、じゃ、じゃ、日本株が下がったら、アメリカ株下がるかというと、実はそうでもなくて。もう、あの、残念ながら、あの、そんなに影響ないと思います、ね。アメリカの、あの、国内の内需自体が大きいので。 そういうとこう危ない時の対策を次回以降お話しいただけるですよね。そうですね。あのパラボリックは本当に役に立ちますね。<laughs> パラボリック推しですね。はい、<laughs> はい。ありがとうございます。ちょっとですね、えっ、ー、と次がですね、えー、ミミさんですかね。えー、現在投資信託で米国株式に投資をしています。現在運用している投資信託のほかに多少手間はかかっても米国株への 株式投資や ETF にチャレンジしていった方がいいでしょうか外国への投資の場合は為替リスクがあるのでその辺りをどう抑えていくべきなのかも知りたいですまた米国株一本のみに投資するよりリスク軽減のための分散投資として他の国への投資もしていくべきでしょうか 投資先として自国日本はどうなのでしょうか。あのアメリカ株の例えば S P 500に連動する投資卓に投資されているのであれば、まあ E T F とあんま変わらないですね。で、E T F に投資するといいのは、あの株式投資とかなり似ているので、えー、まあその後にこう展開が良くなります。で、日本株に投資していても、実は為替リスクって逃げられなくて、で日本の会社であの。 輸出が多いところそれから海外の子会社が多いところって結構あるんでで為替リスク気が付いてないだけで例えばソニーとか売り上げのかなりの部分が海外だったりするので、えー、完全に為替リスクっていうのは切れなくて海外の子会社からの売り上げが減るとかでまあそこに仮に輸出してる企業が為替ヘッジしたとしても数年だったらやっぱり返ってくるのでそういう意味ではあのー、まあ為替リスクというよりは成長を取るっていう方がいいと思いますね。 で、etf は、ある程度お金が貯まって、まあ、数十万円貯まったとか、十万円ぐらいたったら。普通に買えるので、あのー、投資信託よりも。コストが安いところが多いんで、そのうまく使うとてい,いと思いますね。はい、ありがとうございます。えー、続いてはですね。えー、シマリスさんですね。えー、日本と異なり、米国株は、チャートが右肩上がりになっているものが多いように感じています。 購入のタイミングがなかなかつかめず、値下がりなど待たずにコツコツと積み立てていくイメージでいいものか悩んでいます。コメントいただけましたら幸いです。これ先ほどのパラボリックとで同じなんですけど、あの最初の初動を取り逃したからといって乗らないのがいいかっていうとそんなことないんですね。で、やっぱり上がっている時には乗った方がいいし、下がれ始めたら降りた方がいいっていうのがトレーディング的な発想なので。 えー、そううういいいいいいよな使方してくとと思いますで、えー、と長い持ちっぱなしで、あのー、もう何もメンテしないっていうんだったらいつかっても同じでやはり経済成長している国に長く持つんであれば基本的にはいつかっても同じでただ売らないいっていうのが大事ですね、えー、仮にクラシックが来て2割3割下がっても3年4年で戻ると思えばまあその間は辛いですけど、えー、そこは投資できるんで,でそこの実は34年,年が辛いので。 トレーディング的な手法を覚えた方がいいんじゃないですかっていうのが先ほどの話だったんですね。 あ,あ、三四年耐えるぐらいなら。そうですね。結構辛いんですよ、これが。いや、そうですよね。下がってる時、に耐えるのは結構大変ですよね。うん、なんであの時、投資したんだろうとか、大体後悔しますからね。<laughs> そうですよね。土井さんにもそういう経験があるんですね。<laughs> いろいろ、いろいろな経験はありますし、失敗積み重ねるんですけど、皆さんは別に失敗を繰り返す必要はないと思うので。あの、先ほどの実践していただくといいと思いますね。土井さんが失敗から学んだものを <laughs>、ね、セミナーでお伝えしていると。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 次がですね。えー、もりもり毛利さん。 えー、超米国株初心者です。一株から五六五六銘柄持っています。配当がそれぞれ一から四回ほどありましたが、配当再投資とは株を売らない限りそのまま置いておけば勝手に福利になるのでしょうか。それとも操作することが必要ですか。はっきりわかりません。教えてくださいといただいています、あのー。米株投資して米ドルの配当買い 入ってくると、あのーまあ、日本では完全な形の,そのアメリカで言われるドリップっていうやつなんですけど配当を自動的に投資するような仕組みがないのであの似たようなことをやってるとこもあるんですけどあの完全ではないし当社もまだそれは入れてないんですけども一、えー、回ドルで入ってきたものを、えー、ご自分で投資する必要はあります。ただ、あのー、配当が入ってきて投資してもあのアメリカ株1株ずつ買えるんで、まあ、そこはあの簡単にできると思いますね。 ありがとうございます。次がえっと事前にいただいてた質問は最後ですね。えー、田中さん、ズバリいい株の見つけ方を教えてほしいです。先ほど話した通りですね。<laughs> あのまずリストを多く増やしてでテクニカルで悪いものを除いて、それから高いものを掴まないっていうようなところを押さえていけばあの失敗が減るんでであの先ほどのパラボリックなりまあ、他の章でもいいんですけど。 大きく利益を取る時を伸ばすっていうところを覚えていただくと実はかなり勝てます。で、えー、と4勝6敗でも儲かってるっていうふうになったりしますんで、えー、そこはあのー、ちょこ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 本能のまま売っていくと7勝3敗でも損してるってなるんですねで利益がちっちゃくて損だけ大きくなっちゃうのでその逆をやっていくんで、えー、まあトレーニング的な発想でそこが大変だったらもう ETF 買った方がいいというふうになりますね。うん ちなみにあの今日パラボリックのご説明いただいたんですけどその他に土井さん注目してる指標って何かあるんですかえと、まあ、一目均衡表はよく日本で使ってる方もいますし、はい、あとマックリー見る方もいるんですけど一目均衡表の雲は簡単なんです雲抜けたとかよく言うじゃないですかでも実は一目均衡表って他のところも見るので,で時間的な発想ではいいんですけどちょっと見方難しいんですね。 それから MACD とか RSI とか他の指標になってくるとあの転換したと思ったら実は転換してなかったっていう、まあ、いわゆる騙しってやつなんですけど、うん、これがあるんであのかなり注意して使わないとあれとかって後ろ見たらはしご外されてたってよくある <laughs> そこは気をつけた方がいいと思いますね。騙、ね、しやっぱり さん結構騙ししそうですよねおっしゃいますよねパラボリックは騙騙しが少ないとか騙されないですよだってあの出たら出たままで誰が見ても一緒なので, <laughs>、うん、で結構長く続くんですよね。でそういう意味ではあの,あの指標はやりやすいしあの、まあ、本当に移動平均線で、えー、ゴールデンクラスとかデッドクロスっていうのもそうなんですけど遅いんですよタイミングがでその。早くタイミングが出て、えー、かつそれが誰が見ても同じっていうものを、まあ、あの趣味にもよるんですけど 探してみると、あの私はパラボリックだったっていうとことですね。結果パラボリックだと <laughs> いうことですね。ありがとうございます。ちなみに鈴井さんはなんかこう損切りのルールとか、まあよく言うじゃないですか、はい、あの損切りのルールとか利益確定のルールを決めた方がいいよというふうに言われると思うんですけど、なんか決めてらっしゃるんですか？あのよく5%下がったらとか10%下がったらっていうルールもあるんですけど、はい、それよりはあのー、先ほどの、えー、まあテクニカルの方がいいですね。 なぜかっていうとかかりやすすいいいらそれに迷いがないんですよで5%下がったら売るっていうのを例えばあの楽天証券の日本株でマーケットスピードでトレーィングストップトレーィング注文とかあるんですけどあれだったらまだいいんですけど自分であのじゃあ5%下がったら売ろうと思ったら売らないんですよ。 だいたい理由つけていや今回は違うからなとか <laughs> いや今回はこの理由だからなとか言って大体売らないので、えー、そこはあのきっちり誰が見ても従えるルールのほうがいいと思いますね。確かについこうこうだからまだまだじゃないまだまだ売らないとかそんな土井さん過去で一番失敗したなと思う投資って、はいえー、と投資というか一番失敗したというふうに思った時は、はいあのー、リーマンショックの時ですね でリマショックの時は2007年ぐらいから相場かなり悪くなっててで今までの、まあ、そういういろんな経験則で見ていてもあのあここでちゃんとキャッシュ化して下がった時にガツンと買いに行かなきゃダメだっていうのは分かってたんだけどちょこれはもう最大の失敗で,でその後それを繰り返さないように。 まあ、いろいろあの精進して本も書いとしてすすねね <laughs> そうですよ、ねはい、うんいっぱいい本書かれてますよね <laughs> いくつかです、ね、コメントもいただいてますのでら、えー、ちゃんさん、質問です、えー。楽天全米株式インデックスファンドを定期購入しています都資だくですかね、S&P500、はい、の ETF に乗り換えるべきでしょうか。とえーとー まあそのファンドだったらあんまり変わらないですね。あの、etf 使ったら何がいいか？って言うと、個別株を投資する時のワンステップになるんですよ。発注の仕方とかあのこういう風うに差し値を置くとこうなるっていうのが分かるので、ずっともうあの株価指数投資でいいって言うんだったら刀身であのそのファンドはあのコストも安いのでそれでもいいと思うんですけど。 あのタイミングよくやっていこうっていうふうになると ETF に変えた方がいろんな戦略の幅が広がりますしで投身の、まあ、デメリットの一つは1日に1回しか値段がつかないとかあの海外ものの場合には時差が出てくるとかそこがあのちょっとデメリットなんですね。で ETF、のの場場合はその場で売れる 特に日本上場だったら、日本時間で売買できる。で、アメリカ上場でも、夜にはその場で決まる。これはかなりのメリットになります。次がですね。えっ、ー、と、ハトポッポさん。こちらもご質問ですね。アメリカ株の売買は、円価決済か、外貨決済の決済方法は。どのように考えればいいか、教えてください。あのー、最初に書くときは、いずれにしろドル天しなきゃいけないので。 あのー、まあ円を最初にドルにしておいて投資してもいいですし、えー、円化決済でえ買ってもいいと思うんですけど売るときに今度外貨決済で売っとけばドルが残るので次に買うときは為替のコストをかけずにドルのまま売買してもうドルの世界に入っていけばいいと思うんですね。でその時の為替レートで換算してあれとか思うような時はあるんですけど。 あのー、よく米株同士で為替リスクという方が多いんですがあのアメリカ株って一日に5パーセント10パーセントザラに動くんですけど為替って5パーセント10パーセント動かないじゃないですかで気がついてまあものすごく長いスパンで見ると5パーセント10パーセント動いている時もあるんですけどそれよりは株価の変動の方がよっぽど大きいので、うん、慣れると為替ってあこんなちっちゃいんだって思うようになりますで FX の方はあのレバレッジ25倍とかかけてるから大きいんであって。 レバレッジかけてないときはあの投資金額に対する為替のリスクってのはかなり限定的ですねなるほどありがとうございますどんどん質問いただいてますね、はい、次がですねすいませんちょっとお名前が読めないんですけど南アフリカ株式はどう思われますかあのアフリカの中であの GDP で南アフリカってかなり大きかったんですけども あの今実は最大の国はナイジェリアになっているんですよでアフリカが今後成長する時に、まあ、南アフリカってあの鉱山金とかプラチナとか、まあ、こういっダイヤモンドとかこういったものへの依存が大きいんで、えー、と今後伸びるのはブラックアフリカって言われてますねナイジェリアとかエチオピアとかタンザニアとかケニアとか、まあ、こういうところがインドの月に来ると。10 10年年後後とか20年後かもしれないですけど 本当に伸びるのはここだって言われてて、えー、GDP もどんどん増えていくのでアフリカに投資するんであればあのそういう国のファンドただちょっと長い投資になりますで南アフリカ自体はあのランドっていう通貨よく金利高いんで投資する方いるんですけど、うん、あのずる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 下がってますであ,のあんまりランド投資は、まあ、どうかなっていうところはありますね。 あのその分インフレ率も高いので,、うん、であんまりあの利益が取れるとは限らないですね南アフリカ株を買うんだったらあの一部の鉱山株に絞るとかあのアングロアメリカンとかですね、まあ、アングロプラチナムとか、はい、そういうようなところだったらいいのかもしれませんね、はあ、鉱山株ですか、はい、金の株もありますね次がですねえっ、ー、と SA さんえインド株 今後の調整リスクは何でしょうか。えっとインド株今相当買われて割高になってるって言われてます。ただあの割高って言われても成長力が高いのでいずれそれはまた抜いてくるんで、まあ、今買って仮に下がってもまた戻るとは思います。でこのままずっと上がり続けるかっていうと、えー、世界全体があの調整するときには当然下がるので、えー、そこの時に持ち続けられるかどうかですね。 自分のこのストーリー、インドは本当に人口動態がいいと、で、あの民主主義国家であるというようなところで自信を持って長いこと投資すれば結構いいパターあのパフォーマンス取れるとは思います。なるほど、ありがとうございます。次がですね、えっ、ー、と、三本道さん、えー、質問。 投資信託の e マクシススリム米国株式 S&P500 で運用していますがほとんどのアクティブファンドのファンドマネージャーが長期で見てインデックスファンドに負けているのですが個人で個別株をやる意味はあるのですすかといいただいておりますあの個人で個別株を,を投資する、まあ、先ほどの私が紹介したような方法だとあの結構負けにくいのであのインデックスよりもいい結果ってのは結構残せると思うんですけども。 えーと誰かが言った銘柄に飛びついていると個別株は結構損が固まっていきますしあとその本能で投資していると損だらけになるのでそれだったら ETF の方が結果的には良くなりますねだそこをあのしっかりちゃんと投資するんだっていうふうに思えば、えー、個別株の方がやっぱ面白いしですしあのリターンも取りやすいので、まあ、どれだけ時間使うかですね。 ちゃんと時間使うんだったら個別買う時間使わないんだったらやめた方がいいと思います今日の資料にあったお話ですね、はい、<laughs> ぜひあのオンデマンドでも配信してますので後ほど復習をしていただければと思います、えー、続いてですねいいっぱい質問すいませんあのなかなかちょっと終えてなくて申し訳ないんですけれども四五六 a c b さんですね、えー、歴史を見ると特定の国がトップにあり続けたことはありません アメリカにもそれはは言えるのででないでしょうかそういう意味で長期では世界株式メインに投資するのがいいように思いますがいかがでしょうこれ世界株式メインというか世界株式に投資すると実質的には、えー、と7割ぐらいとか8割ぐらいがアメリカ株に投資することになるのでじゃあ残りどこに投資することになるかというと先進国であればヨーロッパとか日本が入ってくるのであのおそらくパフォーマンスは下がると思います。 でじゃあもうちょっと新興株で入れてくると今ですと中国株とか結構入ってくるのでそうすると今度中国株が今後どうなるかっていうのを自分でビューを取ってることになるんで、まあ、それよりは分かりやすい国に集中投資した方がまがいいのかなというふうには私は思いますアメリカ株にもそうアメリカ株とインドあとはインドネシアとか、はい、やっぱり人口動態のいい国ですね。はい ちなみにこうインドそうですね。えっ、ー、と岡田増田さんですね。マレーシアやベトナム株式についてはどうでしょうか？マレーシアとかベトナムも人口動態は悪くないんですけども、はい、えっとマレーシア株は人口の数自体が結構少ないのとで、市場がやっぱり限定的ってとこありますね。で、ベトナムの場合は今は人口動態がいいんですけども。あともうちょっとすると。 あの人口の伸びが止まるって言われてるので、まあ、ここ10年はいいけどその先っていうと若干不安は残るかもしれないですねベトナムの情報とかってこうなかなかこう普段目にすることないと思うんですけど土井さんはどこでベトナムの情報ベトナムの情報はまあニュース単に広い場合あるんですけども、はい、まだ国のマーケット自体がかなりちっちゃいので、あのー、個別株よりはああいう国こそ本当に、あのー。 パッシブの投資のほうが ETF とか投資信託のほいい、ね、うん、あありがとうございますどんどんですね、えー、と次がえっ、ー、と武智さん、えー、秀光竹地さん、えー、メキシコ株はどうでしょうかメキシコも悪くないんですよアメリカの隣にあって、あのー、経済成長もいいですし、えー、ただ日本からはあのー、なかなかどの会社がいいっていう情報が入りにくいんですね。<laughs> そういう面ではあのメキシコの個別株に情報が入るんだったらいいんですけど、まあ、そうじゃないんだったらやはりメキシコの株価指数に投資する、まあ、インデックスとかになったほうがいいと思いますね、はい、なるほど,どんどん国が出てきますよ次はブラジルブラジルはちょっとやめたほうがいいかなと思いますね。<laughs> うん、あの やっぱり南米の国でデフォルト常習犯っていったら怒られちゃうんですけど <laughs> あの結構気楽になんか何回もデフォルトしてる国 <laughs> アルゼンチンとかはあるんで,でブラジルはあのブリックスって言われた時はいいんですけども今は若干いろいろ警戒されてるところはあります。し あの原油が上がるようであれば、えー、とブラジルの原油株ですねそういったところもあるのでああいう国はブラジルだったら個別株を選んだらいいと思いますねただ情報をかなり自分で取りに行かなきゃいけないですねで,すねでブラジル株の ADR をアメリカで買う方が、えー、買いやすいと思いますベドルで投資できるんで。すね、えーと 昔先ほどのブラジルは昔購入してそのまにそのま,まになってましたと <laughs> コメントい,ただいてますねそれこそちゃんとチャート見た方がいいと思いますね。<laughs> あの早めに早めにあ売りだなってキャンカー的に見てえ見るんですね、はい、ネパール株どうでしょうか書いてますねネパール株はちょっとちっちゃすぎると思いますね国的にあのよほどビューがあるなら別ですけどネパールを買うぐらいだったらインドそれがどうしてもっていうんだったらバングラディッシュっていう手もあるんですけどバングラディッシュよりはやはりインドの方がいろんな面でインフラが整っているのでまあこちらの方がいいかなと思いますね ただインド株って直接買えないので、はい、アメリカに上場しているインド株って。十銘柄もないぐらいで、えっ、ー、と銀行が二つぐらいかな。I. C. I. C. 銀行と H. T. F. C. 銀行っていうのがあるんですけど、まあこういったところとか。タタムごたすとか買えますけど、それ以外の銘柄になると E. T. F. とか投信じゃないと買えないですね。ありがとうございます。ちょっとお時間が来てるので、次で最後にさせていただきます。え、大輔中川さん。時間外の下げ対策、どのように対処したらいいですかと。 えと時間外は流動性が結構薄いのであの値段が結構飛びますですからなかったもんだと思って次の日のちゃんとした取引時間で流動性のある時の値段を見てえ考えればいいと思いますね。 ありがとうございます。で次回がですねえっ、ー、と10月30日ですねえ、はい、ちょっとまだあのウェブページ上には出てないんですけれど10月30日土井さんもご登壇いただいてはいしっかり準備しますま今日と同じようにこう次ですね第3回になりますけれどもえー、次回も10月30日にまた 同じ内容をお届けいたしますのではい土井さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、では、えー、以上ありがとうございました、えー、楽天証券株式会社常務執行役員株式デリバティブ事業本部長土井雅嗣の講演をお送りいたしました